こんにちは、みのり薬店の大島です。今日は2月の9日、大阪ちょっと雪降ってましたね。今ちょっと止んでますけどもね、寒いですよ。暖かくして風邪ひかないようにしてくださいね。インフルエンザもまだまだちょっと流行ってます。片中もね、今は片山中学ね、学級閉鎖はないけど、やっぱ風邪ひきさん多いですよ。はい、今日はですね、まあ青汁の話をちょっとしたいと思います。テレビでよくやってますよね、芸能人の方が忙しいしたはって、体調壊さはって、ほんでね、青汁飲んだら元気になったみたいなね。まあ、それがどうこう、あれがどうこうじゃなくてね、僕の青汁の選ぶポイント、これちょっと話したいと思います。青汁はですね、まず、まあ、テレビとの違いって言ったらおかしいんですけど、僕は、こう、青汁入れて、こう、シェイクします。ね。もうちょいこうか。これね、僕の好きな青汁が、これが本物だと思うのは、ここにこの泡が立ちますでしょ。ここなんですよね。テレビでやってるさ、泡立てる見たことないです。はい。で、これはなんでやねん言うたらですね、ちょっとまあこれを、青汁の大麦若葉と思ってください。テレビのはね、変な話ね、この茎、こういう茎ごと刻んでるわけです。葉っぱもが。避け取れますよね。避け取れます。でも、うちのこの青汁、みのり特選青汁は、葉っぱだけを絞ってるんです。茎入ってないわけです。その茎も刻んでるんじゃないです。葉っぱだけ絞ってるんです。ちょっとしか取れませんよね。だから、うちのこの青汁は、まあ、その泡立たない青汁に比べたら、10倍ぐらいいるわけですよ。うん。で、まあ、青汁の味がね、結構皆さんね、気になるところですね。まずいっていうのがものすごい流行った時期がありましたけども。これで飲んでみましょう。こんなんちゃいます？青いもんって。ただね、ほうれん草なんかでもそうなんですけど、茎が苦いもんなんですよね、大体ね。だから、テレビでやってるやつ、茎ごと刻んでるので、ちょっと苦いわけです。だから、飲みにくい部分があるので、なんや、美味しいもんいっぱい入ってるわけです。ね。なんや、ヨーグルトとか、抹茶とか、ね。うん。飲みにくいからですよ。この葉っぱの、この青汁だけ絞ってる、僕が飲んだこの青汁。こんなもんです。緑のもんって。僕そう思います。変な話したら、やっぱ濃度が濃いわけですね。それとうちのみのり青汁っていうのは、まあこの葉っぱをこう絞りました。その絞ったままでは出荷できませんよね、もちろんね。だからそれをまあ乾燥させてスティックに詰めて市場に出回るわけなんですけども、皆さんちょっと考えてみてください。青汁、まあ緑のものね、葉っぱ野菜をね、フライパンでガーめっちゃ炒めたやつ、これ緑のええとこなくなってますよね。なるべく生で食べる方がいい。でもそのこういう青汁がスティックが入ってくる、そのままでは出せない。だからうちの青汁はもうなるべく自然のこの緑の良さの頃に、まあぬるま湯、ぬるいお湯かけて乾燥させてるからね、ギリギリらしいです。なるべく自然のものに近いような、そういうポイントらしいです。はい、うちの青汁は外国で作られてるんですけども、畑ですね。うん、畑ってね、例えば無農薬ってよく言うてありますけども、例えば青汁大麦若葉作った後にタバコ作って、タバコ収穫して、またそのうちに青汁作る。このタバコ使うときには農薬使ってたりする。これって本当無農薬って言えんのかなという部分が僕感じるんですね。それとやっぱり日本は領土が狭いので、畑と畑の距離っていうのは短いもんなんですよね。だから日本で聞いたのは5メーターぐらい離れてたら
隣で農薬使ってても、こっちで農薬使ってなかったら OK 出てる らしいですよ。外国見てください。もうものすごい広いところで作ってます。うん。そういう意味においても、この青汁っていうのはすごくいいかなと思います。例えば青汁ってね、いろんなまあ効果とか効能とかね、これは健康食品だから言えないんですけどもね、やはりね、僕が思うには、ね、体の成長、緑のものですからね。やっぱりその中に入っている、まあ、鉄や亜鉛やカルシウム、そういったもの、いいと思います。成長の時ね。それと、まあ、他にもいろいろ働きがあって、僕なんか飲んでると、お通じがいいんですよね。それと、僕もよく二日酔いとか、胃がもやもやするとか、こういうのもなんとなくスッキリするような気がします。また、まあ今の時期、風邪ね。風邪で熱あるとき、まあこの間も話したんですけども、すぐ解熱剤飲まんといてくれ話だったんですけども、僕ちょっと熱あるときにこの青汁飲むとね、なんかね、下がったような気がするんですよね。だから、いろんな意味で、この、泡の立つ青汁ってすごくいいかなと思って、うちはこだわり抜いてこの緑青汁だけ置いております。はい。なんていうかな、効能とかね、効果を求めたいのはわかるんですけども、やはりね、やはりそれは野菜から取れるものなんですよね。変な話ね、ほうれん草食べたからって元気になるっていう感じじゃないでしょう。やっぱし、毎日の延長だと思うんですね。それとはその今の野菜なんですけども、やはり昔に比べるとそういうええとこ栄養がね減ってると言われてるんですよね。それはなんでやねん言うたら、やはり農薬にあるらしいです。農薬でじゃんじゃん作ってるのでね、中身がスカスカ的なものが多いらしいです。まあ一概には言えませんけども、せやからでね、きゅうり1日50本も食べられへんからねだからまあ上手にね取り入れてもらって、どうやってかな、やっぱし青汁のある生活、うん、を一つ入れてくれはったら、まあだいたい1本100円はしませんので、変な話、まあジュースとかね、野菜ジュースとか良さそうやなって飲んであるかも。それのこと思えば僕こっちの方が中身いいと思いますよ。はい。みのり青汁、ご興味ある方ね、サンプルをお送りしますのでね、この YouTube の下のとこに、ブログの、アドレス書いてくれます。そこにメッセージ送れますんでね、またよかったら、そちらから、サンプル、ね、試してもらえればいいと思います。別に美味しいから勧めてるんじゃないですよ。こんな味ですよ、緑のもんって。うん。はい。青汁の選び方でした。泡の立つ青汁、一遍ちょっと注目してみてください。ありがとうございました。